はい、皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、Amazon ギフトカードがもらえるキャンペーンありますということで、今回は Amazon ギフトカードですね。この動画では、今からお伝えする内容を一つ一つこなせば Amazon ギフトカードをゲットすることができますので、そちらについてお伝えします。普段から Amazon ギフトの残高貯めている方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで今回はタイトルとサムネイルの通り Amazon ギフトカードの500円分がもらえるということなんですけども、今回は先に言うととあるアプリをインストールすることによって500円分がもらえます。それがこちらのカラフルキャスティング、カラーキャスというアプリをですね入れることによって、今回は Amazon ギフトカードの500円分をゲットすることができます。まあ、このアプリ簡単に言うとですね、キャスト、そして企業さんをつなげるプラットフォームアプリ、お仕事の募集やオファー、選考、決済までを完結させますっていう、まあ、ちょっとしたインフルエンサーの方が使うプラットフォームに近いんですけども、まあ、特に今は発信してなくて、とりあえず SNS のアカウント持ってる方でもですね、今回の条件を満たすことで Amazon ギフトカード500円分がゲットできそうでしたので、まあ、それ含めて最後まで見ていただければと思います。この会社の詳しい情報についてはね、会社概要を見ていただければと思いまして、今回はそのアプリをインストールするんですけども、今出ているようにアカウントプロフィールの登録無料ということなんですが、はい、アカウント登録は無料で行うことができます。で、後ほど僕もちょっと登録の画面を見せるんですけども、一応ここに出ているようにアカウントプロフィールを登録するにはどうしたらいいですかということなんですが、アカウント登録についてはアプリをダウンロードまたはカラーキャスウェブ版フッター右下のマイページでご登録いただけますと。で、もしですね、まあ、今後その使うかどうかちょっと微妙だなというふうに思ったら、アカウント削除もですね行うことができます。一応ですね、アカウント削除する場合はこういった手順に沿って行えば、まあ、ちゃんとアカウントの削除も行うことができますので、まあ、そこまで安心して取り組むことができます。で、今回の Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンなんですが、それがこちらのお友達招待キャンペーンというのがですね開催されておりまして、招待した方にもされた方にも Amazon ギフト券が500円分もらえちゃいます。で、もしいろんな方に招待したい場合については、招待した人数かけることの Amazon ギフト券500円分が無制限でもらえるということで、お友達とかご家族とかご自身の SNS アカウントでまあ広げていただいても特に問題はないですよということですね。今回のこのキャンペーンの詳細なんですが、お友達をカラーキャス、今回のそのカラーキャスというアプリに招待をして、招待したお友達がカラーキャスに登録するとあなたとお友達両方に Amazon ギフト券500円分がプレゼントされます。で、登録するときに条件としたらここなんですが、登録とはまずプロフィールの作成をすると、これ後ほど僕もします。そして本人確認も行います。で、その後に SNS アカウントで Instagram とか Twitter、YouTube、TikTok のいずれかを追加してください。まあ、おそらく Twitter とかされてる方いらっしゃるかと思いますし、 YouTube もですね、動画は出してないけど、僕の動画に普段からコメントしていただく方とかはもうすでに YouTube アカウントがあるかと思いますんで、そういったアカウントの登録をすれば OK かと思います。で、その SNS アカウントの追加をした後に、そして招待コード、これらの登録をして、それの確認が完了した方のみが対象となります。詳しくは書きルールをご確認くださいと。ちなみにですね、 SNS のアカウント持ってても特にフォロワー数の制限なしということですので、これ結構ありがたいですよね。で、招待コードの入力はアカウント作成から1週間以内までが有効と。で、もし招待する方の場合のルールなんですけども、下記の3つが完了している方のみが新規登録の対象となります。まずはプロフィールの作成をします。マイページのプロフィールより必須情報となっているプロフィール画像、そして活動名、生年月日、性別、カテゴリーを記入すると。で、 SNS アカウントを追加する。マイページのプロフィールから詳細の基本情報にある SNS アカウント追加をすると。フォロワー数の制限は特にありません。で、次に本人確認。マイページのその他、アカウント設定内の本人確認を選択入力フォームに従って記入して申請すると。これがまず招待するためのルールということですね。で、もしお友達を招待したい場合については、カラキャスの今回のアプリに新規登録をして、お友達招待ページでお友達を招待するを選択。そこから紹介コードを発行。紹介コードは変更できません。で、特典の受取先メールアドレスを登録して、紹介コードをお友達に共有してください。で、共有した招待コードをお友達が登録完了したら友達を招待すると。そして共有した招待コードをお友達が登録し完了したら OK ですよという流れですね。一応このページからもお友達招待するができます。で、次にですね、例えば今回の僕の招待コードを使って招待された場合ですね、その招待コードを使って登録したい場合については、カラキャスに新規登録をしてプロフィールを作成、 SNS アカウント、まあ、これらのいずれかを追加してください。で、あとは本人確認までを完了して、お友達招待ページでお友達から招待されたを選択すると。で、お友達から共有された招待コードを入力して登録するを選択。招待コードの入力についてはアカウント作成から1週間以内までが有効となります。で、特典の受取先メールアドレスを登録。
って運営の確認後登録完了という流れになります。で、今回もらえるその Amazon ギフト券の送付についてなんですが、登録いただいたメールアドレスに弊社から E メールにて送付をさせていただきます。で、送付時期なんですが、これがちょっと先なんですけども、お友達の招待コード登録完了後、確認が取れた月の翌々月10日となります。なので9月30日に登録の確認が完了したら11月10日に送付なので、今だと7月なので、7月に登録の確認が完了した場合については、まあ、9月の10日に送付がされるという流れになりますので、まあ、これについては今のうちカレンダーとかにメモしておいた方がいいかもしれないですね。まあ、そういった感じで今回はこれらの条件を満たすことによって、まあ、Amazon ギフト券が500円分もらえるということですので、もし先ほどお伝えした4つのアカウント、いずれか TikTok、YouTube、Twitter、そして Instagram、それらを持ってる方はね、今回参加してみても面白いんじゃないでしょうか。で、僕も早速ですね、アプリのインストールからやってきまして、インストールリンクと僕の招待コードは一応概要欄に貼っておきます。で、ここから入手をタップして、うまくインストールができましたら開くをタップ。そこからですね、このページの右下にマイページっていうのがあるので、このマイページをタップして、まあ、ここでですね、ご自身のアカウント登録に入るんですけども、僕はメールアドレスでちょっと登録したいなと思いまして、メールアドレスで続ける。で、サイン画面でアカウントをお持ちでない入って、で、新規登録のメールアドレスとパスワードを入力して新規登録をタップ。で、同意して登録をするをタップ。プロフィールを作成するで進める。ちなみにですね、この時点でおそらくご自身の登録したメールアドレス宛てに確認メールが届いているかと思いますので、そこの確認メールの確認 URL をタップしておいてください。まあ、ここで活動名とかいろいろ入力してください。まあ、僕だったらゆずひこみたいな感じで入力をして、まあ、性別とか、まあ、そういったところを入力して、この中の SNS の追加というところをタップ。で、サービス名を選択してくださいをタップ。でいろいろある中で先ほどお伝えしたこの部分ですね、インスタグラム、ツイッター、YouTube、TikTok のいずれかを追加すると。なのでこの動画見ていただいている方、もしくはもう普段からコメントとかされる方はですね、 YouTube アカウントほとんど持ってるかと思いますんで、これでもいいかと思います。まあインスタされている方はインスタでもいいと思いますし、まあ TikTok されている方は TikTok でも、まあ僕だったら試しに、まあ YouTube じゃなくてあえて Twitter でちょっとやってみましょうかね。 Twitter でチェックを入れて追加をすると、ちょっとここは入力してないのでちょっと適当なものが入ってるんですが、これでとりあえずは完了と。そこからもし招待コードをもらった方なんですけども、その場合はこの画面下に友達招待というのがあるので、これをタップ。そうすると今回はこのお友達から招待されたというところをタップしてください。で、ここに出てるようにお友達から共有してもらった招待コードを入力欄に記入しましょうと。ここの部分ですね、招待してもらった招待コード、まあ、例えば僕の招待コードを使って登録される方はですね、ここに入力していただければ OK です。で、次に特典の受け取り先メールアドレス、まあ Amazon ギフト券がですね送られてくるメールアドレスということですので、僕はここにアドレスを入力して登録するをタップ。で、これで登録ありがとうございます、ただいま確認中ですので少々お待ちくださいということですね。で、この画面をですね少し下がると、もし本人確認がお済みでない方なんですが、本人確認をせずに招待リンクを送ることは可能なんですが、 Amazon ギフト券のお受け取りには本人確認が必要となりますので、本人確認がお済みでない方は下記から申請をお願いいたしますということで、僕はまだ本人確認してなかったんで、まあ、ここから本人確認も行うこともできますし、先ほどのこの画面の設定をタップすると、ここからでも本人確認というメニューが出てくるので、ここをタップして本人確認もできまして、ここで、まあ、本名とかですね、ご自身の個人情報を入力します。で、あとは運転免許証とかマイナンバーカードとかを提示して、で、これで本人確認と、申請ありがとうございます、ただいま審査中ですので少々お待ちください、当日から3営業日ということですので、まあ、ちょっと時間かかりそうということですね。まあ、ここまでがアカウントとか諸々の登録、そして Amazon ギフト券を受け取りまでの流れでございました。まあ、ちょっとまとめると、まずはカラキャスのアプリをインストールして、そこからプロフィール登録後に招待コードを入力して登録をする。そして Amazon ギフトカードを受け取るためには本人確認が必要なため、本人確認の申請をしてください。で、招待コードで登録完了後の月の翌々月10日に Amazon ギフト券が送付されるということですので、まあ、今回もしね7月に登録をされた場合については、8、9、9月の10日にですねうまくいってれば Amazon ギフト券がまあ送付されるという流れになるかと思いますので、もしご自身でできそうだなとか、まあ、これぐらいだったら簡単そうだなっていう方がいらっしゃれば、今みたいな方法をね試していただければと思います。まあ、そんなこんなで今回はカラキャスアプリ登録で Amazon ギフト券500円分がもらえますよっていうちょっとしたキャンペーンについて、簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。これ聞いた感じ結構簡単そうですよね。まあ、ちょっとこの入力が面倒だなとか、まあ500円分ぐらいであれば、まあ、ちょっと面倒くさいなっていう方がいらっしゃれば、そんなに無理する必要はないんですけども、僕からすれば500円分もらえちゃうんだっていう感じなんで、もうサクッとねちょっと登録を終わらした次第でございます。で、今回ね紹介したカラキャスアプリの招待コード、僕の招待コードでよければ一応概要欄に貼っておきます。
。なのでちょっと今回取り組んでみたいなっていう方は僕の招待コードを使っていただくとめちゃくちゃ嬉しいです。そしてですね、まあ今回この動画を最後まで見ていただいた方限定にはなるんですけども、一応ですね、今回のこの動画のみコメント欄にご自身の招待コード貼っていただいて OK です。なのでゆずひこの招待コードはちょっと使いたくないっていう方がいらっしゃればですね、そういった方も絶対いらっしゃるかと思いますんで、そういった方はコメント欄のね招待コードを使っていただいてもいいのかなと思います。もちろんですね、使ってもらえるかどうかというのはちょっとわかんないんですけども、一応この動画のみねコメント欄を開放しております。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。